宇宙には様々なタイプの星が存在しています。無数の星に見えますが、実際には星の種類は非常にシンプルです。その理由は星の生涯を知ると理解ができます。宇宙で光り輝く恒星は誕生から消滅までほぼ同じ生涯をたどります。これは私たちが住む地球の恒星太陽とも同じです。星の誕生は分子の雲、暗黒星雲からスタートします。宇宙は真空ですが、場所によっては分子の密度が高い部分が存在します。これを地球から観測すると黒い雲のように見えることから暗黒星雲と呼びます。暗黒星雲が超新星爆発などによって刺激を受けると、雲が持つ重力のバランスが崩れ、分子が凝縮します。分子の凝縮が重力を生み、それを繰り返すことで加速度的に塊が大きくなっていき、球体の星へと進化していきます。星の最後は星の誕生の過程でほぼ決まります。初期の星のサイズが生涯を決定するためです。太陽の質量を1とした時、太陽と同じように光り輝く恒星になるには 0.08 のサイズが必要です。太陽の 0.08 倍サイズ以下の星は質量不足によって水素が核融合できません。一方、星に含まれる重水素が核融合し、わずかな熱量が生まれ、薄暗く輝き、数億年後には核融合が停止、冷えてどんどん暗くなっていきます。この星を褐色矮星と呼びます。褐色矮星は木星の13倍のサイズであり、木星が太陽になり損ねた星と呼ばれるのはこのためです。ちなみに褐色矮星が別の恒星の周りを公転する場合、惑星に分類されます。太陽質量の 0.08 倍よりもサイズが大きくなると、中心コアの圧力が上がり、核融合が始まります。核融合によって膨張力と星が重力で収縮しようとする力が釣り合い、太陽のように光り輝く恒星となります。現在知られている最も巨大な恒星は立て座 UY 星であり、そのサイズは太陽の1700倍。そのサイズを太陽系で例えるなら、木星の公転軌道とほぼ同じサイズ、規格外の巨大恒星となっています。太陽のように輝く星は最も活発な時期であり、人で例えるなら20代から30代の元気な年齢です。恒星は燃えていくと次第に燃料が尽きていき、寿命を迎えます。星の生涯はサイズによって大きくその姿が異なります。恒星は小さいほど寿命が長くなります。現在の宇宙の年齢が138億年、とんでもなく長い時間に感じますが、例えば太陽の 0.2 倍ほどの小さな恒星の寿命は6兆年から12兆年、宇宙が誕生してから現在までの時間の100倍ですら1兆3000億年。よって小さな恒星の寿命は現在の宇宙の年齢の440倍から870倍の寿命があるということです。小さな恒星の寿命が尽きる様子は誰も見たことがありません。小さな恒星は水素がヘリウムに核融合しますが、生成されたヘリウムが核融合される圧力と温度に到達しないため、水素の核融合が終わると寿命を迎えます。今から6兆年以降に小さな恒星は白色矮星となって生涯を終えます。太陽の質量の 0.5 倍を超える恒星は全く別の生涯をたどります。太陽を含め太陽の 0.5 倍から10倍サイズの恒星は水素の核融合でヘリウムが生成され、星の中心にヘリウムが溜まっていきます。中心で核融合していた水素が外層へ押しやられ、中心ではなく外層で水素が核融合を始めます。その結果星が膨張し巨大化します。実際に太陽は今から63億年後には巨大化が始まり、水星、金星を飲み込み地球付近まで膨張します。水星と金星は高温によって星そのものが蒸発、地球は海の水が干上がり真っ赤に焼けた星になります。星が巨大化する一方、コアのヘリウムは収縮を始め、やがてヘリウムが核融合する温度に到達、ヘリウムの核融合が始まり酸素と炭素が生成されます。このサイズの恒星は炭素をこれ以上核融合するには圧力が不足するため、炭素が中心にたまり、対流によって炭素が攪拌されます。その結果核融合が停止、核融合停止によって膨張と収縮を繰り返す不安定な状態になり、徐々にガスを放出していきます。最終的には白色矮星へ変化し、
徐々に冷え暗くなっていきます。星の寿命はサイズが小さいほど長くなります。はじめに紹介した小さな恒星の寿命は12兆年、太陽の寿命は120億年前後となります。太陽の10倍以上の恒星となると、その生涯はドラマチックに幕を閉じます。太陽の10から29倍の質量の恒星はヘリウムの核融合で炭素や酸素が生成されます。その後も核融合が続き、ネオンやマグネシウム、シリコンなどが生成されます。そして最終的に最も原子結合が安定する鉄が作られます。鉄は最も安定した状態であり、これ以上核融合は行われません。すると中心部の核融合反応がストップします。星が縮もうとする力と核融合反応によって星が拡大しようとする力が釣り合っていましたが、そのバランスが崩れます。すると中心に向け星が一気に収縮します。中心部の圧力が上昇すると鉄が中性子に変化。中性子はそれ以上縮まない縮体圧を持っています。よって中心部の収縮が瞬時にストップし、反動で表面の物質が一気に吹き飛び、星のコアだけが残ります。こうして中性子星が誕生します。ご存知の通り、中性子星とは非常に密度が大きな天体のことです。その密度は圧倒的で、小さじ1杯の重さがピラミッド900個分。地球をアメリカの空母ほどのサイズに凝縮すると同じ密度となります。中性子星を理解するために物質について見てみましょう。学校で勉強した元素の周期表、水素から始まりヘリウム、リチウム、ベリリウムと続きます。これらの原子の材料を簡単に表現すれば、電子と陽子と中性子の3つで構成されています。全く異なる性質の原子はたった3つの材料の組み合わせで作られています。先ほど紹介した核融合反応によって水素が炭素へ、そして最終的に鉄が作られます。鉄は原子の中で最も安定しているため、それ以上核融合は起こりません。しかし星の収縮によって中心の温度が100億ケルビンを超えると、鉄が光分解を起こし中性子が作られるのです。中性子星の重さは太陽ほどですが、そのサイズは20キロメートルほど、一つの都市よりも小さいサイズです。スケート選手が足を閉じると回転が速くなるように、大きな星が収縮した中性子星は驚くほどの速さで回転しています。その速さは速いものでは1秒間に4万回転以上、表面の速度は秒速1万キロメートル、光の速さの4分の1にもなります。中性子星の高速回転は中性子星発見の鍵になります。中性子星は核融合反応はストップしているため真っ暗ですが、磁場を発生させています。磁場の軸が回転軸とずれている場合、磁場の軸そのものが回転します。この状態の中性子星をパルサーと呼びます。磁場軸の回転によって X 線などの電磁波が発生し、 X 線望遠鏡が観測することで中性子星を発見することができました。中性子星は重力によって収縮しようとする力と中性子が持つ縮体圧が釣り合うことで形を維持しています。物質を構成する最小の単位が陽子と電子、中性子だと考えられていた時代の最も究極的な天体が中性子星だったのです。しかし素粒子の発見によって物質を構成する最小単位が小さくなり、新たにクォーク星やストレンジレッドなど新しい天体も研究されています。また中性子の縮体圧が重力を上回った場合にできる天体、ブラックホールも神秘の天体です。ブラックホールについては別動画でも紹介しています。現在の宇宙の年齢は138億歳、宇宙が92億歳の時に太陽と地球が生まれます。98億歳には地球に生命が誕生し、138億歳の現在、生命は地球の資源の8割を利用できる技術を手に入れました。太陽はあと60億年ほどで寿命を迎えます。一方、太陽よりも小さな恒星の寿命は今の宇宙年齢の500倍以上。太陽を失う前に生命は間違いなく新たな住処を見つけていくことでしょう。